熊本市は、熊本県のやや北部に位置する市。熊本県の県庁所在地で、日本最南端の政令指定都市である。西区、北区、中央区、東区、南区の5つの行政区が設置されている。県の総面積の5.3%にあたる、約390平方キロメートルの市域に、県内人口の約42.8%にあたる。 約74万人の市民が住む。2012年4月1日に九州で3番目の政令指定都市に移行した。2020年現在、指定都市に移行した都市としては最も新しい市となっている。九州では福岡市、北九州市に次いで3番目に人口が多い。肥後国府や肥後国分寺が置かれた地である。中心市街地は、 細川市熊本藩54万国の城下町を基礎に発展してきた。戦前は陸軍第6師団や国の出先機関が置かれ、九州を代表する軍と行政都市として栄えた。2011年3月12日、九州新幹線鹿児島ルートが全線開通し、熊本駅に新幹線駅が併設された。21世紀に入ってからは、 熊本駅周辺や繁華街で大規模な再開発事業が相次いで進行している。中心部は熊本城天守閣から見て南東から東に広がる。ただし、熊本城などからの眺望を確保するための環境基準により、中心部を含む熊本城周辺地域約550ヘクタールには厳しい高さ制限がある。そのため中心部には、 高層ビルが存在しないが、当該地域の外にある、熊本駅周辺の新都心地区には、熊本森都心などの高層ビルが立地する。また、中心部を囲むように立地する熊本駅、上熊本駅、北緯32度49分5.4秒、統計130度41分57.7秒。 北緯32.818167度統計130.699361度。3 2 8 1 8 1 6 7三3 0 6 9 9 3 6 1新水前寺駅の JR 九州山駅が交通結節とされており、中心部との間が熊本市電によってつながれている。従来より九州域内における。 行政上の中心都市として整備されてきた名残で、2021年現在も、熊本市には、九州全域、もしくは、九州南部地区を統括する、国の出先機関がいくつか存在し、九州の他都市と比較しても、行政都市としての位置づけは高い。さらに民間でも中九州あるいは南九州エリアの中枢機能を置いている、企業ないしその営業拠点があり、 熊本市は九州地方の中心都市内市主要拠点都市としての役割を担い続けている。財務局、国税局、農政局などの各種出先機関のほか、戦前、郵政放送、通信を所管した低新省の出先機関、熊本低新局が九州一円を管轄していたため、この系統の機関が長らく熊本市に置かれている。 国の合同庁舎は以前は、熊本城内にあったが、九州新幹線前線開業に合わせ、熊本駅南側に合同庁舎が建設され、2014年までに、すべて移転した。郵政省の出先機関、九州郵政局の後ろ身である、日本郵政公社九州支社に関しては、郵政公社民営化後も、九州の銀行、窓口、郵便、官保など、 郵政4事業のすべての業務は、熊本で統括することになり、ゆうちょ銀行の九州統括店は、熊本上東郵便局に、かんぽ生命の統括店、郵便事業会社と郵便局会社の九州支社は、従来通り、熊本市中央区上東町の郵政公社九州支社ビルに残置された。また、全国の郵政職員の人事や経理を、 集中管理する300人体制の管理センターも熊本市に設置され、明治以来の郵政城下町としての機能は民営化後も継続することになった。なお、メルパルクも熊本市中央区水道町にある。かつての電電公社の九州統括拠点も熊本に置かれていた。民営化後も引き続き NTT 九州支社が置かれたが、 改正 NTT 法に基づく NTT グループの再編、NTT 西日本の発足により、九州支社そのものが廃止された。その後、中九州の地域統括会社、NTT 西日本対中九州グループのエリア拠点として再出発したが、2008年7月1日に NTT 西日本九州に九州合併されている。また、 日本電信電話校舎熊本サッカー部が NTT 九州サッカー部や NTT 西日本熊本フットボールクラブに解消した時期を経て、更新のロアッソ熊本へ改編されるまで熊本で活動を続けた。NHK 熊本放送局も当初は九州地区の機関放送局として1928年に九州発のラジオ局として開局。 福岡の NHK 放送センターが完成する1992年までは、機関局の機能を持ち続けた。その他、九州全域や中、南九州エリアの中枢拠点を、熊本市に配置している、民間企業や各種法人も見られる。など、当時の合唱森のとは、1930年制定の熊本市下の歌詞に取り入れられている。また、 高度経済成長期からの急激な都市化で緑地が減少した1972年10月2日、熊本市議会にて森の都都市宣言に関する決議が採択され、同市を森の都と称することが公式決定された。都市計画にも自然と共存した街づくりが盛り込まれており、美しく活力ある森の都、熊本をテーマに都市景観の形成を進めている。 一方で、熊本市は、中心部を流れる白川、坪井川、伊勢里川の三本の川や、水前寺城主園、あるいは豊富な地下水、水前寺豪津湖遊水群などを叩えて、水の都とも呼ばれている。その他、市民が、水と森の都、市が、水と緑の都と呼んでいる例が見られる。熊本市中心部周辺の空中写真。 2016年4月16日撮影の80枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福岡市から南へ約 110km、鹿児島市から北へ約 180km、熊本県の中央部よりやや北側に位置している。急上下町を中心に市街地が発展してきた。 熊本城の東側に上通り、下通り、三郎ド新市街と呼ばれるアーケード街が 1km 以上に渡って連なり、その周辺に、中心市街地は形成されている。中心繁華街である、通り町筋、唐島町界隈いには、市役所、日本郵政九州支社、日本最大規模のバスターミナルである熊本桜町、バスターミナル、鶴屋百貨店などがある。 なお、熊本駅は、中心街から南西に2キロメートルほど離れて、立地しており、その間は、市電や路線バスでの移動となる。近年では、熊本駅周辺の再開発が加速しており、アミュープラザを核とした駅ビルが2021年に開業した。阿蘇外臨山へと続く市の北東部や東部は、一部に、立田山や拓馬散山、白川添いの菓子団急など、 起伏のある地形もあるが、全体としては、日後大地と呼ばれる、阿蘇の火山街道からなる、なだらかで、農地や住宅地に適した、丘陵地となっているため、国道57号沿線の県郡地区東町、桜木、帯山、長峰、拓間地区武蔵が、岡地区を軸に、住宅地や、東町、長峰、大江をはじめとする、住宅団地が広がっており、さらに地域を越えて、 菊陽町や甲子市、益式町まで住宅地が拡大しつつある。熊本市の人口は中央部とともに、東部、北東部に集中している。これは、1953年の6.26水害の復興として、緩やかな丘陵地の北東部に、住宅地が形成されていったため、市の南東部南部は、熊本平野の一角をなし、平坦な風景が広がる。 ゴーツ湖の南側から、河川川沿いの田迎、三雪、川尻周辺、さらに、緑川を挟んで南側に位置する、富合、城南にかけては低湿地であり、以前は大雨が降ると浸水する被害も出ていたが、排水設備が整備された現在では宅地化も進んでいる。旧来からの広々とした田園風景も残っており、所々に小川やクリークなども見受けられる。 富合南西部、城南南部は、岩海山がそびえ、緩やかな丘陵地帯となっている。秋田、天明地区は主に干拓によって開かれた、田園地帯である。坪井川と熊本城町平氏の西部は、有明海に面し、白川や坪井川が注ぎ込む。海は、遠浅で港湾とするには適しておらず、臨海部はほとんど工業化、としかしていない。 わずかに沖合に人工島を造成し熊本港が建設され、対岸の長崎県島原市とのフェリー航路が設定されているが、周辺土地の分譲はほとんど進んでいない。市の北西側には、金峰山、二の岳などがそびえ、その登録は、中心部から伸びる、住宅地と森林が入り混じる。北部、植木は主に近峰山北東の斜面地と、阿蘇から続く。 肥後大地の最西端からなり、独立して植木大地とも呼ばれる。名産として名高いスイカ生産や野菜生産をはじめとした畑作が中心で、ビニールハウスが一面に広がる。植木町の北部は、甲子川流域であり、菊花盆地と一体化した、丘陵、田園地帯である。東方にそびえる阿蘇外林山一帯に降り注いだ、雨は地下に浸透し、 約20年かけて、平野部に達する。この豊かな地下水によって、熊本市の水道水は賄われ、水前寺上州園や豪津湖などにも湧き出している。なお、世界の50万人以上の都市で、水道水源を100%地下水だけで賄っているのは、熊本市だけと言われており、日本一の地下水都市、または、世界一の地下水都市とも言われる。しかし、 近年は、田畑の耕作放棄、森林の管理放棄などによる、観葉地の減少や、工場の取水などのため、地下水位は低下しつつある。現在、熊本市は、菊陽町や、大津町など、白川流域の自治体と提携し、県や JA、菊池、関係する、土地改良区と共に協議会を発足させ、農家に、水田から転換した畑などに一定期間、 水張りしてもらうなど地下水保全事業に取り組んでいる。温暖な太平洋側気候である。また、京都などの盆地型の気候にも似ている。年平均気温はおおむね摂氏17度前後で、年間降水量は、おおむね、約1500ミ、mm、リメートルから2400ミ、mm、リメートルの間で推移している。有明海に面するが、三方向を山に囲まれることから、内陸型気候で、 夏冬の寒暖の差が大きい。特に夏場は、日後の夕なぎと呼ぶ夕方の無風状態が続き暑さが厳しい。一方冬場の気温はよく氷点下まで下がり、2012年2月3日には最低気温摂取6.7度を記録した。なお、前日の2日と2日連続で、非平均気温が氷点下の低、摂取0.7度となった。また、 2016年1月25日にも最低気温摂氏6.5度を記録している。降雪に数は少なく、積雪は数年に1回である。春は桜の開花が高知などとともに早い。行政区以下の5つの区で構成される。人口はいずれも2021年12月1日時点の推計人口。 地名豊かな土壌や有明海の海の幸に育まれた熊本市地区は古来からの居住形跡があり、旧石器時代から古墳時代にかけての遺跡が市内各所で多数確認されている。立領聖下では、おおむね飛後国の秋田郡託間郡の区域にあたる。8世紀、水前寺上州園そばの砂取りに飛後国の国府が置かれ、その近くに国分寺、 国部はマデラも設置されたとされる。その後国府は、城南の益城国府を経て、平安時代中期までに、日本儀に移転しているが、すべて現在の熊本市域内での移転であることから、少なくとも、なら、平安期の時点で、熊本市地区が、被護国の中心として機能していたことがわかる。また、神話時代からの歴史とされている、県軍神社を、はじめ、 8世紀には城南に、熊本県内で最古の寺院とされる、鎮内廃寺や、味噌の神様として名高い、味噌天神が、9世紀には、池上町に、山岳寺院として、池辺寺が、10世紀には、現在の藤崎大県営野球場の位置に、藤崎八変宮がそれぞれ設置され、同じ頃には、北岡神社も創建されている。古代感動も熊本市域を縦断しており、 太宰府から南下してきた、西海道の延長として、タ田山さんの西から、海イコ液駅を通って、タクの国府へ、さらに城南方面へ進んでいた。立領政治の崩壊とともに一時日後の中心地としての機能は失うが、日本儀はその後も大きな集落として継続し、古国府と呼ばれることになる。その後、現在の熊本市北部には、 鬼神型荘園で有名なカノコ偽装が開かれる。鎌倉時代に川尻三レアが川尻城を築いたことから発展した。現在の川尻地区は港町として栄え、早くから海外交易も行われていた。中国、明の時代の地理書にも海会競りとして記述されている。また、城南町では熊少女が築かれ。 益シ地方の中心としての役割を担った。南北朝の騒乱の一端として1378年、拓馬原の合戦が、市内東部で繰り広げられ、京塚など、合戦の故事が由来の地名も残っている。その後、応仁年間に、井出田氏が、千葉城を居城都市1496年、文後市後大友市に属する鹿野小ぎが、 チャウス山西南陸に、熊本城を築城した。やがて、鹿の小木が、菊池市に着いたため、1550年、大友支配下の城親冬が入った。加藤清正構造。熊本城の入り口の一つである、三行橋のそばにある。戦国時代の日五国は数十の国衆が、割拠していたが、安土桃山時代に入りと与秀吉の九州平定により、 五百八十七年に、笹成政が日後十九万国に封ぜられ、熊本城へ入る。しかし、失勢により日後の国周一期が起きると、翌年改役され、代わって、加藤清正が日後北半二十四万国に封ぜられ、熊本城を居城とし、統治を開始。地産、地水や干拓による土地開発などを積極的に行い、荒廃していた土地を改良し、 生産力を向上させた。清正は1607年に新たな熊本城を築き、その後、当地の故障を熊本から熊本へと改名した。これ以降、熊本は、金星城下町として発展していくことになる。加藤氏は、清正の子、忠宏の代で断絶し、1632年以降は、小倉藩から違法され、熊本藩主となった。 細川市の城下町として発展していくことになる。近世城下町としての整備は、清政が日後に入国した、天正時代に開始された。まず水害対策と内堀としての活用のため、つぼいを付け替え、古国府の商家も一部移す形で、城の南側に、町人、職人町が作られた。その後城の西側にも、町人、職人町が拡大するが、 従来からの町人、職人町が小町と呼ばれたのに対し、城の西側に開かれた新しい町人町は新町と呼ばれることになる。熊本城下町の特徴として、5番の目上に区画された町の中に寺院が一つずつ設置されており、現在でもこの町の作りが引き継がれている。有事の際の防衛上の観点からも見逃せない形態となっている。なお、 小町界隈は、明治以降、昭和戦前期まで、熊本市の繁華街の一つとして、賑わいを見せていた。一方、武家屋敷は、城の東側の山崎から高田源、坪井にかけての一帯や、城の北の大地上にあたる京町に造成された。このうち、上級武士は、城内や内坪井山崎に京構え、下級武士は手っ取り、 先端畑、高田原エリアに住んだとされる。また、1601年に、初代の長禄橋がかかり、薩摩街道や日向王館、南阿蘇へ向かう南郷王館の分岐点として、迎え町が賑わいを見せ、幕末には、安政京の対岸に、新しい武家屋敷町イコール新屋敷が造成される。これらの区域が、近代における。 熊本区熊本市としての大まかな輪郭となる。郊外では、薩摩街道の宿場町、緑川水系の物流集積地として前代から、引き続いて、川尻が栄えた。藩の奉行所や税関、軍港が置かれたほか、薩摩藩の参勤交代路として、本陣も置かれた。稲荷神社の所在地として発展した高橋は、つぼい川の付け替え後に、 熊本の外交としても繁栄した。川尻と高橋は熊本、高瀬、八代とともに、日後の御家町の一つに数えられることになる。また、北へ向かう、武前街道と三池街道の分岐点に、元六時代、味鳥新町という宿場町が作られたが、ここが後に、植木の中心商店街となる。三近郊街道として整備された文語街道には、理数期として、 黒髪に一力が、立田に二力が植えられ、現在もバス停名として名残を留める。二力のすぐ東側には17世紀半ば、細川藩に招かれた、宮本武蔵ゆかりの史跡である武蔵静香がある。東へ向かう小山王館沿いには17世紀後半、桃山式海遊庭園の水前寺上主園が作られた。幕末から明治にかけて、 解明思想家として知られる、横井湘南の活躍や熊本洋学校の設置、熊本の自由民権主義を牽引した植木学校の開校、熊本バンド結成など熊本に近代化の波が押し寄せる一方で、旧体制側である士族の反乱も勃発する。1876年には、神風連の変が起こり、そして1877年の西南戦争により、 植木の田原坂の戦いでは、激しい戦闘が繰り広げられた。さらに主戦場となった、熊本の町は、熊本城の天守閣を含め怪人に返した。また、1889年には、大地震にも見舞われた。しかしその後の熊本市地区は、熊本県の県庁所在地としてだけでなく、九州地方の中央部にある、 主要都市であるため、九州の中核都市と位置づけられ、熊本賃台第五高等学校など、九州域内を管轄する国家機関、教育機関が、相次いで設置されていく。1878年設置の熊本区を経て、1889年、市町村制度施行により施政施行。当初の人口は42,725人。 1900年に成立した鉄道昇華第二週3曜九州編で九州一の大都会人口5万4千ありと歌われるに至ったそのため新聞発行や伝統設置放送局の開局などで熊本が九州発の事業地となることも多くまた第五高等学校が設置されたことから夏目漱石や小泉八雲などの著名な作家が 教師として、熊本に赴き、熊本を舞台とした作品を残しているを残している。市内中心部の山崎には明治以降、武家屋敷を取り壊した土地に、連平城をはじめとした軍施設が設置されたため、市街地が軍施設で分断されてしまい都市発展の障害となっていた。その後軍用地は、大正時代までに城内を除いて、ほとんどが、 大江や都録など郊外に移転し、その後地には新市街をはじめとした新しい諸行、娯楽の中心地が形成された。対象に入ると、近代都市としての整備に拍車がかかる。熊本軽弁鉄道、菊池軌道、三船鉄道、熊本市電、バスといった交通機関の拡充は、市街地の拡大にもつながり、1921年には、春日や黒上、 島崎など周辺町村を大合併して人口は13万となり、これまで旧城下町内だけに留まっていた地域が郊外へ大きく広がることになった。また、1922年当時の市長、高橋森夫は資産大事業を掲げ、これを実行に移すことに成功した。それまで、南千端端にあった市役所も、1923年に、手っ取り、 本町の現在地に移転している。昭和になると、桜町一帯に、官業館や公会堂といった施設が立ち並び、隣接する新市街には、当時の最新の娯楽である映画館が多数オープンし、それまでの小町に変わる新たな都市格として、急発展する。市内中心部には、千徳百貨店や銀町百貨店といった百貨店も開業した。 1945年7月の大空襲で、熊本市の市街地は焼け野原になり、さらに1953年6月の大水害、1957年7月の大水害で、市内の低地を中心に大きな被害を出したことから、東部の丘陵地帯に新しい住宅地が作られた。これまでの水前維持、 出水といった郊外の住宅地に加え、旧軍用地であった大江、トロク地区には、住宅団地や専売公社などのほか、熊本商科大学、熊本女子大学、熊本電波工業高等専門学校に、甲子市へ移転、警察学校などが建設され、既存の熊本高校などと合わせ、文京地区として成熟した。また、戦時中に飛行場や三菱の飛行機工場が、 建設され、市電が延伸してきた県軍町一帯は戦後、自衛隊や観光庁、大規模な公営団地、学校などが建てられ人口が急増。市電の終点ターミナルとしての役割も得たことから、商店街や、観楽街も形成され、熊本市東部地区の一大拠点に成長した。さらに県庁が水前寺に移転し、長峰、ね、 日立にあった熊本空港が高い夕原に移転した1970年代以降は、長峰や武蔵が、丘、楠の木方面に、住宅地が拡大した。特に1971年から1972年に、かけて整備された、熊本東バイパスはこれらの住宅地の背骨として、重要な交通路となり、畑や雑木林が占めていた、丘陵地は、 急速に宅地化された。1960年代には、国道3号の清水バイパスや、川尻バイパスも開通。1971年には、九州自動車道の熊本インターチェンジが、開設されるなど、市内周辺の道路交通網が整備されたが、その一方では、遊園鉄道の廃止、市電の路線縮小などが行われた。鉄軌道に変わる。 新たな輸送機関のようとして、1969年に大規模バスセンターである熊本交通センターが開業している。1980年代以降も浜線バイパス、第二空港線など主要道路網の整備が充実してきたが、渋滞問題や道路事情の悪化に伴い鉄道や市電への再評価の機運も高まっている。 商業は千徳百貨店や銀町百貨店に変わり、戦後世代の鶴屋百貨店や太陽デパート、岩田や伊勢丹、スーパーマーケット系ではことぶき屋や,やニコニコ動画、躍進し、商業地図は大きく塗り替わる。また、鶴屋や,や太陽の進出以降、通り町筋や下通が、熊本を代表する、繁華街として確立されるに至った。戦後は、 軍との面が縮小したものの人口増加は続きには人口50万突破、行政、商業、観光の都市として順調な発展を続けた。しかし、1963年に北九州市、1972年に福岡市が政令指定都市に移行し、熊本市の拠点性は低下した。ただし、現在も九州を管轄する。 国の機関の一部は、熊本市に置かれており、九州域内の主要な拠点都市としての役割は、継続している。平成の大合併において導入された、期間限定の政令指定都市の要件緩和に基づき、富合町、城南町、植木町の周辺自治体と合併して、2012年4月1日に、全国20番画目の政令指定都市へ移行した。 さらに同州制導入後の州都誘致を目指す動きも活発化してきている。熊本市の地域の編成2000年国勢調査を基準にすると、熊本都市圏の10%都市圏の人口は102万人、1.5%都市圏の人口は146万人である。平成の大合併初期において、周辺7町から熊本市との合併を話し合う。 法定協議会設置の住民発議が起きた。政令指定都市の人口要件間は措置から合併は政令市化の道筋となる可能性があったが、当時、熊本県では政令市化に伴う権限以上に消極的であり、また、熊本市では熊本未来国大会祭に伴う財政悪化問題があった。 三町では合併の是非を問う住民投票において反対派が大差で勝ち、七町議会でも合併案件は相次ぎ否決されて、この時点での熊本市の政令しかはならなかった。ところが、交付金削減に伴う周辺自治体の財政難、自治体人口10、10%都市圏人口ともに下回っていた新潟市、静岡市、浜松市などが合併。 政令市化したこと、近い将来の九州新幹線開業による都市間競争への対策、そして将来の同州制導入において、周都を目指す熊本市の立場から10、10%都市圏とほぼ同じ範囲の101万人熊本都市圏を対象として、熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会が関係自治体などで結成された。 最近の動きを以下に記載する。2009年4月から6月にかけて、相次いで行われた合併の賛否を問う住民投票の結果、前述のように、増し町との合併の道は断たれたが、植木町、城南町との合併は、濃厚となった。同年7月13日に、熊本市議会での配置文豪案が可決。同年9月14日には、熊本県議会でも、 ハイチ文豪案が可決し、二町との合併により、政令指定都市昇格条件となる人口要件70万人程度を満たし、2010年3月23日に合併。これにより、北九州市、福岡市に次ぐ、九州で3番目の政令市誕生へ前進した。そして2011年10月18日、2012年4月1日より、 政令指定都市へ移行することが閣議決定された。指揮官権期間2011年4月の第17回統一地方選挙で行われた改選までは基本的には熊本市全体が定数48の1選挙区として扱われていたが政令指定都市への移行による行政区の設置により2015年4月の第18回統一地方選挙では 以下の後選挙区へ再編され、選挙の実施時期も、統一地方選挙前半の熊本県議選と、同時実施へ移行することになった。2015年の選挙において、票数が同数となり、くじ引きが行われた。出典、熊本市公式サイト、熊本市選挙管理委員会事務局、統一地方選挙が変わります。特殊法人認可法人海外国内。 熊本商工会議初級第一銀行熊本支店2007年度の市内総生産は2兆1,507億円である。熊本県全体の約37%を占めており、パラグアイ共和国の国内総生産をしのぐ経済規模を有する。農業熊本市は日本でも有数の農業王国。農家総数、専業農家数、農業就業人口。 経営高地面積は九州一位、農業産出額は日本の市町村中六位である。ゴーツコイ南の市南西部西部の田園地帯では米をはじめ、ナス、メロンを含む園芸作物各種が作られる。中でも米とメロンは九州で一位、ナスは日本で二位の産出額である。近峰山山六の河内地区、小島地区、北部地区は 群州みかんの一大生産地となっており、周辺地区には、選果場や加工工場も多い。四北分植町は、スイカの名産地として名高い。畜産業また、東部地区では、メロンなどの畑作のほか、近年かなり数は減ったものの落農も行われている。水産業水産業としては、有明海の干潟では、海苔やアサリなどが水揚げされるほか、 白川加口やゴーツ湖では、河川漁業、西木鯉などの養殖も一部で行われている。工業従来より、熊本市内にはは除き、大規模工場の立地は進まず、現在も、ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリングの、半導体工場やフードパルでの食品工業を、除けば、大規模な企業、工場は少ない。建設業商業上通貨通りサンロード、 新市街シャワー通り、熊本市の中心部には、上通り商店街、下通商店街、サンロード新市街の3つの繁華街がある。特に下通りは、県内最大かつ九州でも、上位の賑わいを見せており、平日5万人、日曜日6万5千人の来街者を有し、8月調査で、休日に、約3万人、 各的中心専門街としての商業集積は、県内でも、群を抜いている。これらの繁華街は、上通り北側に、熊本電気鉄道の藤崎宮前駅が、上通りと下通りの間に、熊本市、電通町筋停留場や鶴やパルコをはじめとする百貨店が、三ン土新市街の周辺には、熊本市電、唐島町停留場、 バスターミナルの桜町バスターミナルがそれぞれ立地し、それらの間を行き来させる回廊の役割を果たしている。ただし近年は郊外に大型商業施設が進出し、これらの中心部繁華街の人通りは減りつつある。歩行者数は2003年度から2011年度の間に3割減り、空き店舗の割合も1割を超える状況となっていたが、 2011年以降は九州新幹線開業などによる観光客増加の要因もあり、通行量は再び反転している。上2、下2、新市街の空き店舗率も3.9%にまで改善しているが、以前と比べ飲食店やカラオケ店の割合が増え、1990年からの約20年で半数の店舗が入れ替わり、 全国チェーンの店の割合が増加するなど商店街も新陳代謝が進んでいる。2013年に入り、工術の桜町、熊本交通センター地区の再開発に加え、大栄熊本下通り店周辺の再開発計画や JR 九州による熊本駅の大規模再開発が発表されるなど、熊本市中心部地区は2010年代後半20年を目処とした。 新たな局面を迎えている。郊外型の大型商業施設としては、地元スーパーのニコニコ銅がサンピアンシティモール、クリスタルモールは、マセンをオープンしたが、ニコニコ銅の破綻後は泉がこれを引き継ぎ、現在では、夢タウンとなっている。このほか熊本市街だが、菊池郡菊陽町に、夢タウン光の森が、上間式郡鹿島町にダイヤモンドシティクレアがある。 泉は2012年2月、熊本市中央区大江の日本タバコ産業熊本工場は土地約7万3000平方メートルも取得しており、熊本県内での出店構成を強めている。甲子市には、総日主導のショッピングモールを出店の計画が持ち上がってはいるが、現在のところ動きは止まっている。郊外店の一大集積地帯は国道57号沿線であり、 熊本都市県北東端の菊池郡大津町から国道3号と交わる熊本市近県までの約25キロの区間はイオン系が1軒、泉系が3軒、他にも小島やエディオン、ミスターマックスなどの郊外型大型電気店やロードサイドショップなどが乱立する激戦区となっている。このような大型店とは別に郊外商店街も見られる。 市電集店の県群町停留場前に立地するアーケード商店街、ピアクレスや市内中心部にほど近い老舗商店街、小貝商店街などである。ただし近年は大型店の集客力に押され、王子の活気は見られない。また戦術の通り、熊本駅前はホテルや受験予備校が複数立地しているものの、 駅ビル内の商業施設、駅町一番街を除けば、ショッピングを満喫できるような場所がなかったが、2013年12月25日、JR 九州の当地社長は、熊本駅の霊番線ホーム敷地と、駅南側に隣接していた、駐車場の3ヘクタールの敷地を再開発し、商業、オフィス、娯楽の機能を集積した駅ビルを2020年を、 メドに建設する予定であると発表した。市電位通帳金電停を挟んで南北に広がる前、二型のアーケード商店街で、熊本市の繁華街の中心。熊本の流行、情報発信基地ともなっている。北側の上通りアーケード街は、全長は約360メートル、幅は11メートル。古くは、学生の街として栄え、今も、書店。 喫茶店、ブティック、ブランドショップ、スポーツショップ、ラーメン店などが立ち並ぶ街となっている。電車通り側入り口にはかつて、熊本日日新聞社のビルがあったが、再開発により、郊外の都市安へ移転し、その跡地に複合施設のビプレス、熊日会館がオープン。ニューズと呼ばれる、鶴屋百貨店系の商業スペースのほか、熊本市現代美術館や、 ホテル日光熊本などが入居している。アーケードの北の端から先は、並木坂という、小樽れた通りとなっており、若者向けの医療品店や、美容院、飲食店が多い。最近は上2、上通並木坂より一本東側の、上の裏通りが隠れた人気スポットとして、注目を浴びている。アーケードは、パリのオルセー美術館をモチーフに、デザインされており、歩道中央には、 木材が敷かれるなど、下通りと比べると幾分落ち着いた印象を漂わせている。一方、上通りから通り町筋を隔てた南側には、下通りアーケードがある。電車通り側入り口のパルコをはじめ、カリーの下通り、ファインビルなどの大型商業施設、雑貨屋、ブティック秋には、ザラの路面店が出店、各種レストラン、カフェ、各種専門店が陸続と立ち並ぶ。 商店街として、西日本有数の規模を誇り、終日にぎわいを見せる。通りの南側は、カラオケ館、コロッケクラブといった、カラオケ店や、パチンコ店が立地し、やや歓楽街的要素が強くなる。近年アーケードの掛け替えが行われ、太陽光発電パネル、ミスト噴射器設置、近視外線 LED 照明設置など、設備の近代化が進められている。 また、下通りを挟み込むような形で、歓楽街が形成されており、ガチョウ通り、銀座通り、栄通りなどを中心として1000店を超える飲食店等が集積、昼とは一味違う、夜の繁華街としても賑わいを見せている。電車通りでの上通り、下通りアーケード街の入り口は30メートルほど離れており、二つの横断歩道と地下道で結ばれている。また、 横断歩道のうち一つは通り町近電邸と接続されている。下通りと市電新島町電邸を結ぶ幅広のアーケード街がサンロード新市街である。映画館の街として戦前から栄えたが近年は郊外に乱立するシネマコンプレックスの構成に押され現在では東方シネマズ以外には電気館しか残っていない。またここはパチンコ店や ゲームセンターなどが多数出展しており、下通りよりも歓楽街的要素が強い。ベスト電気熊本本店はこの通りにある。唐島町電停の北西側、桜町の一帯には、熊本の交通のよう、熊本桜町バスターミナルがあり、併設に、桜町熊本がある。新市街入り口と、産業文化会館、熊本交通センター、県民百貨店とは、 地下道で結ばれていたが、産業文化会館方面、県民百貨店、熊本交通センター方面は、建物解体のため閉鎖。2015年10月現在、新市街入り口、し島公園地下駐車場間のみ通行できる。現在、九州新幹線全線開通後を見据え桜町、花畑地区の大規模な再開発事業が動き出している。同地区では、地域、 再開発事業者、行政が連携協力し、桜町、花畑周辺地区再開発検討協議会を2008年11月に設置。周辺地区を含めたちづくりの整備イメージや、その検討課題について協議を重ねている。2006年12月、桜町地区周辺では相次いで再開発事業構想が発表された。 九州産業交通ホールディングスは、熊本交通センターを中心としたエリアに、高層複合ビルに建てる開発構想を明らかにした。従来の建物を取り壊した上で、商業施設や、バスターミナル、マンション、ホテルを組み合わせた高層の複合ビル等を建てる予定で、再開発ビルは、総う価う面積約10万2000平方メートル以上の規模になる模様。 また2011年1月には、熊本市より、同じ敷地内にコンベンションセンターの設置を要請された。さらに、交通センター東側の産業文化会館のあるエリアには、求人情報誌を発行する雇用促進事業会が中心となって、劇場、シアター、商業施設などが入る複合ビルを建設するとの発表もあった。 雇用促進事業界の再開発は2013年、九州三考ホールディングスの再開発はやや遅れて、2014年以降の完成を目指していたが、景気情勢などにより計画が遅れている。なお、花畑町の再開発用地には、NHK 熊本放送局の移転が決定した。花畑町電停から下通りとも交差し、 国道3号線まで続く通りが銀座通りである。福岡銀行や鹿児島銀行など、近県の地方銀行の支店や、JTB や日本旅行などの旅行会社、ビジネスホテル、ファーストフード店、ゲームセンター、立体駐車場、雑居ビル、飲み屋店の集合ビルなどが混在する通りで、一部、片屋根式のアーケードが設置されている。 下通り南側には1990年前後のバブル期に熊本のファッションストリートして有名になったシャワー通りがある。各通りの詳細については、下通、その他の通り、上通、その他の通りを参照されたい。鶴屋百貨店本館県民百貨店熊本バルコ、アウネ熊本中央銀行である日本銀行の熊本支店もある。 熊本市に支店がある、証券会社熊本市に支店がある、保険会社熊本市に本社を置く、主要情報通信企業熊本大学、創業大学幼稚園、小学校、中学校については、各区の記事を参照されたい。熊本空港熊本駅新幹線口九州両客鉄道の観光列車熊本電機、鉄道熊本市交通局中心市街地を、 九州の大動脈たる国道3号が南北に貫く。中心市街地の西側を鹿児島本線、九州新幹線が縦貫し、その鹿児島本線の熊本駅から市街地の南端を迂回して北東方向へ進み、阿蘇、大分方面へ向かう宝飛本線が伸びている。中心市街地は熊本駅及び北隣の上、熊本駅間の線路から 東側の一帯と、宝飛本線の沿線周辺に発達している。また市内交通には、熊本駅及び上、熊本駅から、市中心部と、水前寺上周辺を経て、熊本市東部の拠点である県群に至る、熊本市電が走っている。時間のダイヤも高頻度で運転され、市民の足として定着している。全車冷房、VVVF インバータ車両。 朝廷小電車など日本で最初に導入、達成されたものも多い。さらに、上通りの北側の藤崎宮前駅及び上、熊本駅から、北高の甲子市三吉に至る熊本電気鉄道も、走っている。トゥークマカードという各社のバスと熊本市電で共通に、使える、磁気式のプリペイドカードが発行されているほか、2012年12月1日に、 JR 九州が熊本地区に守護課を導入した。2014年3月28日より熊本市電に電電にもカが導入され運用開始した。2015年春にはバス各社に熊本地域振興 IC カードが導入された。空港島市内には空港は存在しないものの熊本県上増敷郡増敷町にある熊本空港が最寄りとなる。 熊本市内や、日号津駅から、連絡バスが運行されている。1971年3月31日以前は、熊本市内に空港があった。市の代表となる駅、熊本駅熊本駅は、市街地西南端部に立地している。しかし地域的に、市街地西部は、自動車への依存度が高い。熊本市の市街地は、東部。 北東部方面に人口が集中しているため、多くの市民にとっては、熊本駅は乗り換え拠点に過ぎず、都市規模の割には乗降客数はあまり多くなかった。その一方、九州新幹線の全線開業やインバウンド需要の高まり、熊本駅周辺で大規模な都市開発が行われるなど集積も進んでいる影響で、市内の JR 各駅の利用者数は急激な。 増加傾向にある。特に新興住宅地、光の森として発展を続ける、四国東部に位置する光の森駅や、中心市街地に近く市電との乗り換えが可能な、新水前寺駅を利用する人が多く、新水前寺駅は乗車人員数は4000人を超え、熊本市内の駅では、熊本駅に次いで利用客が多い。熊本桜町バスターミナル。 熊本市の中心部にある日本最大規模のバスターミナル、熊本桜町バスターミナルを中心に路線網が展開されている。九州では唯一のオムニバスタウン指定を受けており、ノンステップバス導入を中心としたバス交通環境の整備を進めているが、他事業者からの中古車の購入、また、 熊本県内の最有力バス事業者である九州産業交通が経営悪化により産業再生機構の支援を受け、また熊本電鉄も経営難に陥るなど厳しい状況も見られる。また熊本市特有の施策として右折するバスの車線変更に伴う交通渋滞を回避する目的で一番ひばり側の車線から右折するための バスレーンを設けている交差点が1970年代より数箇所設けられている路線バスかき4車により運行されている。1996年以降、熊本都市圏内共通で系統番号を振ったり、2010年以降熊本バスを除く各社でついた地乗車券を共通化するなど、会社間の垣根を超えた取り組みも行われている。かつては、 熊本市営バスがあったが、上記のように、熊本都市バスに路線を移常したため、2015年3月31日、限りで廃止となった。都市間バス、九州三考バスなどを主体に、福岡市、北九州市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市など、多数の都市を結んでいる。熊本インターチェンジ市東部郊外の国道57号。 東バイパス高速道路国道県道熊本港、港湾熊本城、藤崎八平宮、水前寺城主園県軍神社日本におけるスクランブル交差点発祥の地。熊本市は国内外の有名ブランドが全国に先駆けて出展するなどファッション感度の高い町としても知られ、繁華街にのを連ねる大型商業施設、西日本有数の規模を持つ 市内中心部の大型商店街である上通りや、下通りなどは、多くの若者たちで終日にぎわっている。特に1980年代以降、熊本パルコ開店ブレーズや、ベイブルックなど、熊本発セレクトショップやシャワー通りの成功、ポールスミスやビームス、ジョルジオ・アルマーニ、ジャンフランコ・フェレ等のショップが、全国に先駆けて出店したことなどにより、 ファッションタウンとしての側面が認知され、県内だけでなく広く、九州各地から集客するようになった。九州新幹線開業に向けさらに出店が活発化しており、2008年10月には、アウネが、2010年11月には、スペインのファッションブランドザラ熊本店がオープンしている。など、熊本地区店舗では、しばしば新商品の試験販売を行っており、 マックフルーリーやクォーターパウンダー等は全国に先駆けて販売されている。また、マクドナルドの九州発出店は熊本市である。2007年熊本市が日本で初めて設置を許可。望まない妊娠や経済的に困窮する親が育てられない赤ちゃんを匿名で病院に預ける施設として設置。2021年現在も運用されている。 コウノトリのユリカゴに預けられた赤ちゃんは2020年時点で累計155人である。2008年熊本市が初公表した預けられた赤ちゃんは17人に及んだ。いずれも預けられた時期などの詳細は公表されていないが13人までは親が手紙等の着以外のものを添付していたため身元が分かった赤ちゃんもいる。身元が分からなかった赤ちゃんは 熊本市が戸籍を新たに作成した。再び養子として、養子に引き取られた赤ちゃんもいるが、詳細は、個人が特定されるとして、非公表とした。2011年、ノトリのゆりかごの利用に至る前に、母子を救おうと、時系病院が実施している電話相談の件数は、2007年から2010年までの3年間で、 約1500件に上り、うち8%がやむを得ない、自宅出産や破水など緊急時関連だった。そのため、同院では、無料電話相談を24時間体制で行う、こととした。同院は、一つの病院が、ボランティアで応じるには、限界があるとして、国による、補助制度を実現し、全国的に相談、医療拠点が整備される、必要性を訴えている。 なお、全国の児童相談所、熊本市福祉総合相談室でも、電話相談窓口を設置している。野球サッカーバスケットボールバレーボールボクシング、前述した、1900年に、大和田武樹によって作詞された、鉄道商歌第2週3曜、九州編では、熊本は当時九州一の都会ということもあって、4番を、裂いて歌っている。行政観光、 ありがとうございます。